しいよ、やばくない？めっちゃ嬉しい。お寿司です。ということで食べたいと思います。みんなとなトレードしたんですよ、お寿司のネタを。アミはハユキちゃんにマグロとハマチをあげてサーモンもらいました。はい、じゃあ食べたいと思います。皆さんの夜ご飯は何ですか？やば、おいしい。わさび食べる食べれるんですか？食べれません。わさびは食べません。あ、昼公演ありがとうございました。皆さんありがとうございました。まずはサーモン食べます。はっ、名前が砂糖になってる。アミコはサーモンが一番好きなんで、サーモンとあとエビが好きです。サーモンとエビが好き。お寿司食べて食べてね、お寿司。あとアミ最近ね、最近っていうかこのお寿司でカニカマが好きになりました。ヒル公園楽しかったよ、ありがとう。ヒル公園はね、ヒル公園はあれなんですよ、今日はフリーも頑張ったんですけど、ちょっとね、あのわがままでね変えようと思ってたフリーのところ忘れててね、ちょっとあれなんていうん、どこやっけや、どこやっけ。もうだいぶってる間にかな、どこやっけ、その辺だったと思います。その辺をちょっと夜は帰れるように頑張ります。タイもエビ一番好きで、おお、美味しいよな。なみエビはちっちゃい頃にね、エビめっちゃ好きだったんですよ。でエビが高いからエビ好きやと思ってて、エビを食べまくったからエビ苦手になってました、一時期で。サーモンも食べ過ぎて一時期ね、ちょっと苦手な時期があったんですけど、今はめっちゃ好きで、アミのお寿司屋さん行った時の机の上はね全部サーモンとエビです。知ってないよ、また見たくないで、あ、お楽しみにしてください。それはどうか、ヘルクの時で同じの人もアミタン推しの人やってたな。そうですね、推しやったですね、ありがとうございます。おしゃべりしました。あ、待って、忘れてた、なんかポケット詰めたなと思ってたら、さっきねとジュースを出してきたんやったわ。飲みます。一回ヤミタンに振られたエビとサーモンじゃ。そうだね、今日はいつもより髪手に髪の毛負けたから、あ、間違えた、今日はいつもより上手にか、上手に髪の毛負けたから会えるの嬉しい、ありがとう。
りょうはいつもより上手にさ髪の毛負けたからどういうことやろうと思った。上手にか。なるほどね。じゃあ見ますね髪型。エビを食べます。うん、やばい、口がパンパン。うん、やばいやばい。美味しいですよ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。こんにちはですよ。サーモンだらけの DV 写真撮ってほしいよ。え、撮ったことあんで。サーモンだらけのテーブルで、ね、お兄ちゃんもサーモンが好きなんですけど、なんでか分からんけど、あ、家族行った時にね、海とお兄ちゃんのがさっき届いたんですよ。で、もう机がサーモンだらけになって、アミはそれと一緒にユーミさんの、ユーミさんと撮りました。ユーミさんと一緒に、ユーミさんとサーモンだらけの机を一緒に撮りました。公演中ゴリラにダイコンタクトをしてる涙を見てにやけてもうてて。ありがとう。夜公演も見てくださる方は見てください。好きなもの食べ過ぎる癖あるんで、ね、え、そうなんですよ。ほんまやばいよな。でもね、スパムチとかはね好きやけど、そんな食べ過ぎはしないんですよ。多分そうです。多分苦手になったのではなくて、食べ過ぎて飽きただけかもやって、多分それ飽きてんだから。あのね、最近はサーモン頼むやろ、そしたらさ飽きるやん、美味しいけど。だからその時はポン酢かけます。ポン酢、ポン酢と醤油を交互。ジュースとお寿司って合うのやって。え、合わんことはないですよ。別に合うとかもないけど。美味しいよ。じゃあ合います。はい、うん。アミちゃん誰に告白って言ったのって。アミはサユキちゃんに告白しました。はい、ユリコン楽しかった、ありがとう。そう、サユキちゃんかコウリンか悩んだんですけど、はい。あとなんか、そうそう、あれね、ちょっとあの、ね、言葉が足りてなかっただけなんですけど、聞いてください、言い訳っていうか、あの、さゆきちゃんはめっちゃ周りを見てるんですね。で、だからその周りを見てる、なんていう、なんかね、例え方がおかしかったですね、アミは。だからその周りを見てるから、周りを見てるさゆきちゃんが好きみたいな感じです。わかりますか、むずいな言葉って。この前ね、学校でね、意味と意図っていうのを習ったんですけど、まさにこれです。なんか、レイニャ探してた。なんか例文でね、例えばメールで伝わらない言葉みたいなであって、君みたいに写真を撮るのが下手な人はどうやったら上手くなるんだろうねっていう文章なんですけど、それが意味と意図で、なんか普通にあの喋ってる時に、君みたいに写真が下手な人はどうやったらうまく撮れるんやろみたいな感じだったらさ、わかるやん。普通に君っていうのはうまくて、それで君がうまくて下手な人はどうやって君みたいにうまくなるんやろうなっていうのがわかるやん。だけど、だけどな、だけど、メールになったらその声の音ってなんていうん、これ高さが分からんから、
君が下手くそって言われてる気持ちになるみたいなんで習いました、学校で。だから、はい、気をつけようねっていうあれらしいです。あ、だから今気をつけます。はい、めちゃくちゃ失礼な話なんで。でもこれ例文やで、ほんま例文に出てきたから、教科書の。そう、こんにちは。何それ、例文が変、嫌めに聞こえるって。え、ですよね、やっぱ例文が変なんか。そう、そういうことらしいです。ちょっとなんかあみもねよう分からへんかったですけど、教科書の例文がそれでした。うんうん、やばいやばい。うんうん、日本語難しいんで、ほんまむずいよな。日本語はめっちゃむずいです。だから使い分けをしようねって話やったらしいですよ。涙、車先にね、涙のこと拝んでかな、拝んできたよって。ありがとうありがとうまだ京都行った方は車先神社行って網の玉垣を見つけてくださいね。うんうん、流れ星めっちゃ楽しそうだった。楽しいで、楽しいですよ。この前くら寿司とちいかわのコラボで食べ過ぎて何やろ欲しくなった。何やろ、飽きた。あ、何弁当、お寿司です。お寿司だよ。ピーさんも好きなので喜んで楽しみなんで。そうですね、なみちゃんそこは一人だけやって。そう、あんな、あ、さっきな、一緒にな配信しようって言ってたんやけど、あのみんな一回着替えてくるって言って、あの遅くなるかもって なったから、あとメイクの順番がわからんからやるかわからんって言われたから、さっきに始めちゃいました。はい、そういうことです。うんうん、ちょっと待ってくださいね。うんうん、初めまして、初めまして。まだまだ寒いね、寒いなお茶の満開、それな。みそらちゃんとこの配信忙しかったです。お、じゃあみおいしそうに食べようみたいな、お腹空いてきてて。お、食べてください。なんかさ、近やから知らんけどさ、こうやってやったらさ、なんか遅いよな。遅くないですか、ちょっと。
美味しいわ。じゃあね、ちょっとそろそろね、終わります。用意しないとあかんので。用意し、あ、用意じゃないわ、獣医院。13位てっちゃん、ありがとうございます。12位サンキュー BM さん、ありがとうございます。11位アンナちゃん、ありがとうございます。10位コリタン、ありがとうございます。9位マサヤカさん、ありがとうございます。8位ベイマユさん、ありがとうございます。7位ケズコアチカナリさん、ありがとうございます。あ、レイちゃん来ました。ラッホー、食べたご飯。何が食べてんの？まだ食べてない。眠たい？眠たい。な、眠たす。あ、言わなぁ、メイク中寝てたよ。うん、レイちゃんも寝てた。チマコが来た。寿司ください。寿司ください。レイちゃん。買った？ん？買った。買った？終わる、今から。今から何？髪？もう一回始めからいきます。13位てっちゃん、ありがとうございます。私ですね。はい、12位サンギュー BM さん、ありがとうございます。11位アナちゃん、ありがとうございます。10位コリタン、ありがとうございます。9位マサヤカさん、ありがとうございます。8位ベリマユさん、ありがとうございます。7位継続は力ないさん、ありがとうございます。6位テイテイさん、ありがとうございます。5位カリンさん、ありがとうございます。4位鉄メガネさん、ありがとうございます。3位日高浩二さん、ありがとうございます。2位大見さん、ありがとうございます。そして1位はコスモライトさんでした。ありがとうございました、皆さん。あ、ちょっとスクショ撮くわ。明日の朝またね、お会いかけしたいと思います。それではそろそろ終わりたいと思います。今からは夜公演で、夜はね、ほのちゃんの生誕なので、皆さん一緒に盛り上げましょうねー、ということで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。せーの、コスモライトさん、ありがとうございました。じゃあまた、またね、また明日ね。劇場公演に来てくださる方はまた後でね。じゃあ終わります。バイバイ、ありがとうございましたありがとうございました。バイバイ、失礼します。